日本の社会は女性の社会進出が遅れているというのも大きな問題になっています。したがって私たち連合はまずは労働運動労働組合の女性参画を進めるべく第4次男女平等推進計画を策定しました。このの計画はは女性の役員員をあるいは大会代議員 役員の女性の数並びに代議員の数等々を当面30%にそして目標は40%に向けて全組織で全力を挙げて運動を展開しているところです。